こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国国内での有数の大企業 LG グループですが、その中の LG 化学がまたもや大赤字になるようです。もはや恒例行事ですね。それではあちらのメディアのニュースとネットの反応を見ていきますね。いつも温かいコメント応援ありがとうございます。皆様のおかげで頑張ってます。今回も最後まで見てもらえると嬉しいです。それではニュースの詳細です。韓国 LG 化学が3日発表した2019年12月期連結決算は、営業利益が前の期比 60% 減の8956億ウォン、約810億円だった。国内で相次いだ電気を一時的に蓄えるエネルギー貯蔵装置の火災を受け、対策費用を300億円程度計上したことが響いた。電気自動車 EV 向けの車載電池の販売は伸び、売上高は同 2% 増の28兆6250億ウォンだった。事業別に利益を見ると、売上高の 54% を占める石油化学事業の営業損益は1兆4178億ウォンの黒字だった。一方、売上高の3割に満たない電池事業は4543億ウォンの赤字で足を引っ張り、全体で2年連続の営業減益となった。車載電池の分野では中国メーカーとの競争が激しく採算が悪化している。さらにスマートフォン用電池も不振で、エネルギー貯蔵装置の対策費用も重なり苦戦した。それではネットの反応です。国が全部赤字なのに、文政権の税金取り立てだけが黒字、泥棒め。韓国の大企業らもこんなにお金を稼ぐことが難しく、営業損失だけでも4500億ウォンですが、昨年中国人に使った健康保険料だけ5000億ウォンという記事を最近見たが、それでは韓国国民は生きていけなくなる。韓国経済は自営業から始まって大企業まで経済が倒産したという証拠が溢れ出ています。文政権獲得後、税金は上がり、国民はもっと暮らしにくくなり、国はもっと厳しくなり、この国に災いが起きたんです。ムンジェイン保有国らしいですね、かっこ笑い。これで赤字になったらどうするんだ。テスラへの供給、そして国内ハイブリッドカーの独占なのに、本当に国がどうなるんだ。どうでしたか。革新的な技術がない限りこのままでしょうね。あちらは技術開発は苦手で組み立てのみで成り立ってきたので、今や高所得のため国や労働組合が積極的なので、衰退の未来しか見えませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。